それでは続きまして2番目のプログラムに参ります。高潔篤先生の講演に入りたいと思います。高潔先生は山口大学名誉教授でいらっしゃり、全国学信婚の代表世話人でもあります。ご専門は日本近現代政治民事史安全保障論です。ご著書に日本降伏、侵略戦争、日本海軍の終戦工作、リベラリズムはどこへ行ったかなどがございます。さらに本日最新のご著書3冊をお持ちいただきました。1冊目はウクライナ停戦と私たち、2冊目は日本の武器生産と武器輸出、3冊目は忘れられた無差別爆撃、検証禁止爆撃ですね。で、特にですね、こちらの最後に、言わせていただいた忘れられた無差別爆撃検証禁止爆撃はまだ発売していない先行販売です。で、物販のコーナーにどれもございまして、こちら特に先生のサインも本日はいただけるということですので、本日休憩の時間が10分、あと最後のところにもございますので、ぜひお手に取って お手にお取りください。では、講演のタイトルは、歴史を生かす道、負の遺産を未来を切り開く糧にです。高潔先生、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました高潔と申します。私も慶長団の遺骨館に参った時に、階段を降りる時にと違って、階段を上がる時に随分と体と心が重たくなっているのを今でも強く記憶しています。私はもう何年前に私たちの戦争責任という本を出したことがありまして、この本なんですけど、この帯にですね、過去の戦争に責任をなくても明日の戦争には責任がある、そういう私がよく使わせていただく文言を書き込んだんですね。で、ドイツの有名な社会学者にラルフ・ジョルダーノというのがありまして、とても有名な方ですから、ご案内の方は多かると思いますけども、第二の責任という言い方をしたんですね。第一の責任は戦争の当事者、あるいは同時代を生きた人たちですね。戦争を止められなかった責任が発生するであろう。で、私が日々接してきた学生たち、本当にまだ若いのは18から本当に20、院生含めたら22、3、4ぐらいの若い学生、院生、君たちにも戦争責任、フォーレスポンシビリティというのがあるんだよという話をすると、必ずこう答え返ってきますね。いや、私たちは戦争の時代には生きていない、過去の問題であって私は当事者ではない、こう言ったんですね。まあ、国会の場で高市早苗さんも同じようなことを答弁したそうですけれども、それはさておき、いや違うんだよ、君たちには第一の責任はないかもしれないけれども、第二の責任、すなわち過去の歴史から学び教訓化し、そしてその前提として過去の事実を捏造したり歪曲したりすることはいけないことなの。過去は過去化してはいけない、過去は現在の問題として、そして未来を切り開く糧としてやっぱり歴史に対峙しなければいけないのではないか、そんな話をよくしておりました。で、私たちの戦争責任というのは、私ももう70過ぎてしまいましたけれども、皆様方も私よりもご先輩の方おられるかもしれませんけれども、もう全ての日本人だけじゃないと思うんですけれども、今を生きる全ての人たちにやはり戦争を語り、戦争から学び、それをどうやって生かしていくのかっていう、そういう責務、をレスポンシビリティ、レスポンスする応答能力って言いますよね。それを責任という言い方をするわけですけれども、それがあるんだ。で、私も歴史研究者の一回の歴史研究者として慶長山だけではなくて、まあ、いろんなところを、中国だけではなくてマレーシアもシンガポールもいろんな場所を出歩いておりました。まあ、今でも出歩くこともありますけれども、そういう時にやっぱり重たい歴史を背負う覚悟というものは、全ての人が別に歴史研究者にのみならず全ての人々にあるんだ。
重い歴史を背負う覚悟と、そしてそれを語る勇気と、そこから得たものを実践化していく、そういう洞察力、行動力というものが必要なんだというふうに思っております。今映画も昨晩も、送っていただいて、すでに何度か拝見しておりますけれども、改めて王さんの言葉を含めて、私たち何を君たちはしてくれるのか、するのか、それをじっくり見守ってますよという非常に、太いメッセージということが今映像化されたと思います。だって私の今日のテーマ、歴史を生かす道ということで、限られた時間でございます。75分でもう5分ぐらい喋ってしまいましたけれども、私は時間にとてもルーズな男なもんですから、これからスマホで私なりに時間管理をしたいと思いますので、これから、70分後ぐらいにチャイムが鳴ることに一応なっておりますけれども、まあ、無視をしたら皆さん止めてください。もう終わりだよ、ね、で実は今日は私レジュメを切ってまいりましたけれども、これはもう逐一お話申し上げたらもう3時間4時間ぐらいかかりますので、非常に端折ります、申し訳ありませんけれども、でレジュメをお買いになった際に、ご自宅等々でお見通し願えれば幸いに存じます。で最初にですね、趣旨というところで7項目ものいろいろガチャガチャ書いてあるんですけれども、一応言葉としてこんなことを一応考えてます、あるいはどっかでお話しますということで、レジュメの報告用紙というところ、まあ、これこのクラスですからちょっと見にくいかもしれませんけれども、まず箇条書き的に、1から7までざっと早口で喋ってしまいます。私今日台湾疾病の話から話を解き起こそうと思っています。台湾疾病って皆さんあまりこう馴染みがないかもしれませんね。実は1874年に、まだ明治7年のことですね。まあ、ご案内の方はもうすでに、あ、これは靖国に行けば台湾正統という言葉で刻まれていて、以来さっきの彼の言葉で言う大東戦争終結までに亡くなった人の数が出ておりますね。で台湾出兵っていうのはですね、琉球の漁師さんたちが台風に見舞われて、そして流れ着いて台湾の最南端牡丹砂号、これは民族でいうと台湾族と言いまして、顔がですねちょっと浅黒くって、目がですねピーターを振る張りにちょっと青みかかっているんですね。で、まあ、台湾は、まあ、国家認定だけでも14から15の民族がいて、認定されないいわゆる民族の人たちもたくさんおられるわけなんですけれども、台湾族は一応国家認定、まあ、台湾は国家というか大きな問題ですけれども、そういう形でおられる人たち、そこにですね1874年に沖縄の、まあ、琉球というところですね、琉球の人たちが漁師さんたちが流れ着いて、一旦はレスキューされて手厚い保護を受けるんです、まあ、ところがですねどうなんでしょうかね、言葉の問題があったかもしれません、何かのトラブルが生じてですね、結果だけ先に申してしまいますと、54名の漁師さんが殺害されてしまうんですね。でそれを見たまだ出来たてほやほやの明治政府が、これ幸いにと、西郷継ぐ道、西郷継ぐ道というのは西郷隆盛の弟ですね、西郷隆盛は城山で切腹をして自信しますけれども、弟はですね明治政府の、まあ言ってみれば大軍人になるんですね。で彼が3500の徴兵制度が敷かれたばかりの、まあ、いわゆる近代軍隊を率いて報復に入るんですね。でもそれは明治政府が、まあ、いずれ南方に進出侵略をしたい、そのまあ、いわゆる前橋頭補ですかね、橋頭補として台湾を位置づけていた、これ幸いにここに侵略し日本軍の足場を築く、これがですね大方針であったわけですね。ですから、まあ、いわゆる54名の殺害事件は、まあ渡りに船ということなんでしょうかね。で言ってみればパイアン族の人たちを3500の
部隊が襲ってですね、本当に殺戮の限りを尽くすんです。で、私は実は、2004年130周年記念、それから2014年140周年記念、2回国際、学会がありましたので、そのポタンシャル号でですね、大体新幹線で行きますと高尾、カオシですね、高尾から車で1時間半ぐらいガーンと飛ばしていきますと、最南端の向こうはバシー海峡、いわゆるフィリピンなんですけども、そこに、話をさせていただきました。で、今年実は150周年、2024年ですから150年前の出来事です。実はこの台湾出兵こそ日本の侵略、そして清張さん事件でも象徴的に示されたような中国人に対する殺戮というものの前史、まあ後史という言い方はあまり好きではないんですけども、前の歴史、前史なんですね。こっから日本の侵略、そしてそれに、付随する殺戮、殺略、ジェノサイドというのがやっぱり連々として起きてくるわけですね。まあそういう意味で言うと、この台湾出兵というのは非常に大きいので、私なんかは台湾出兵こそ日本外政の第一弾、あるいは日本侵略の第一弾というふうに位置づけておりまして、まあ、いわゆる明治国家は戦争に次ぐ戦争である、ウォーステイト、戦争国家であるという言い方をしています。それと、2のところでですね、1の2のちょっと前ですね、あの対米中国の話もちょっと少ししたいと思っていたんですね。日米歴史認識同盟、この言葉っていうのも、まあ、私はあちこちらで喋っているんですけども、なかなか定着してないんですけれども、あの皆さん、こういうことなんです。さっきの戦争は大東戦争だ、これは日本が敗北を喫した後、連合国軍から大東戦争という言葉は使わない、今後はですね、太平洋戦争と言いなさい、パシフィコと言いなさい、こう言いましたよね。で、どうしてそういう言い方を連合国軍、とりわけアメリカが日本に強いてきたかといえば、アメリカが戦後日本を統治支配するためには、まず日本人の歴史認識を完全に固めてしまわなければいけない。どう固めるのか、それはさっきの戦争はアメリカと戦い、アメリカに敗北したので、戦後はアメリカに従順に従う、そしてアメリカのような生活様式にする、あるいは日本の工業レベルもアメリカのように、まさに大量生産大量消費という形のアメリカ型資本主義になぞらえて、日本の資本主義を再興しなさい、再興というのは再び起きるんですね。つまり、たった日米安保条約によって条約上日本が従属を規定されただけではなくって、歴史認識をもアメリカに従属をするということが、大東亜戦争、改め太平洋戦争、これって大きな問題が発生することはもう火を見るように明らかですよね。何が問題かというと、今日のお話の大きな結論になるかもしれませんが、要するに太平洋戦争と言ってしまうとですね、太平洋戦争と言ってしまうと、実はこの戦争というのは中国をはじめアジア人民との戦争であったということを亡国の彼方に追いやってしまうわけですね。見えなくなってしまうわけです。歴史の片面しか見えない、左側を見えない。で、私はアメリカの非常にその戦略的な配慮というのが、まあ狡猾な、配慮というのがあったんだろうと思うんですね。つまりこの戦争はアジア、あるいは中国との戦争ではなくて、アメリカとの戦争であったということは、イギリスもフランスもどことも全部後方に追いやられてしまうわけですね。で、私は一人一回の歴史認識で、歴史家としてアジア太平洋戦争という言葉は、まあ、今でも普通に使うわけですね。現在の、岩波の講座もアジア太陽戦争というふうになってます。で、私もここにあの論文書いてますけど、その時に京都で編集会議だった時にですね、今でも忘れませんね、これはやっぱり非常に重要な問題だから私は提起しました。アジア中頃太陽戦争、これはダメだと言ったんですね。中頃を取れと言ったんです。中頃をつけることによって、一応アジアとの戦争もカバーする、太陽戦争つまりアメリカとの戦争もカバーする、両方でいいじゃないというのが、実は現在も矢上講座に
ポツが出てるんですね。私そのポツを取れって言ったんです。アジア中黒が死なったようです。でどういうことかというと、この戦争の本質は後からちょっと客観的な数字をお示ししますけれども、やっぱりアジア、とりわけ中国との戦争に日本が敗北をし、国力を消耗し、戦力を枯渇し、その結果としてボディが下がってしまったところにですね、場合によってはこれは比喩としても問題があるかもしれませんけれども、2発の原爆が投下されたということなんですね。日本という体力が失われて、もうガードできなくなってしまったという時に、確かに2発の原爆をカウンターパンチとなぞれること、これちょっと問題で起こられるかもしれませんけれども、やっぱり2発のカウンターで倒れたのではなくて、やっぱりボディーブローですね。ボディーブローを15年間、やっぱり打ち込まれ続けた、つまり抗日戦争ですね。故にガードが下がり、そこにやっぱりカウンターを受ける、そういう機会になってしまったんではないか。この比喩が、まあ、あまりふさわしくないなと思いながら、若い学生説明するときによくわかりましたって言ってくれるもんですから、以来調子に乗ってそういう例を作るんですけれども、つまり中国との戦争をどう再定義するのか位置づけるのかということにおいて、戦後の人間の歴史認識がやっぱり大きく変えられてしまっているということを言いたかったんですね。日米歴史認識同盟ってやつです。昭和天皇の戦争責任についてはもう私などが言うまでもなく、私の同僚でもありました山田明さんなんかがずっと一貫して昭和天皇の戦争責任を言っています。正木宏が言いました、さっきの戦争どういう戦争ですか、これは天皇のための天皇による戦争である、つまりギュッと詰めていってしまえば天皇の戦争であったということを言っているわけですね。でそこに日本人が介在しない、つまり天皇制という、天皇というあるいは独裁者が自らの言ってみれば指揮コントロールのもとに行われた戦争である、いや本人は平和主義者であったなんていうのは戦後作られたレトリックであって本質ではない、ね、今日の話はこの天皇の戦争責任については あまり申し上げる時間がないと思います。戦後の民主主義っていうのはどういう民主主義であったのか、犠牲的な民主主義、偽物の民主主義ではないのか、それはアメリカによってコントロールされた民主主義ではないのか、アメリカのデモクラシーをやるデモクラシーそのものだと信じてこなかったのかということですね。アメリカによる世界支配、アメリカによる覇権主義、今でもガンガン貫徹されてますけれども、その根底に日本人もアメリカの覇権主義に便乗し、今便乗することによって日本がアジアの、まあ、やる一等国であるという自意識、まあ、私で言う戦後バージョンの帝国意識が残念ながらこの日本の中にも大きく脈打っている現実というものは言えるんではないか。でそういう政治をですね、私は安倍晋三が体現してみせたわけですから、安倍晋三の政治に引っ掛けて私は安倍のポリシーと言っています。安倍のポリシー、安倍のミックスという言葉は皆さん何回も聞きになっているわけなんですけども、安倍のポリシー、安倍晋三の安倍というのと政治という意味でのポリシー、続めて安倍のポリシー、で実は安倍さんは殺害されてしまったんですけども、菅、岸田、石破と続く3代の、内閣の下で実は安倍のポリシーはまだまだ脈打っている。確かに先の衆議院総選挙では大負けしたかもしれないけれども、ひょっとしたらこれは一時的な現象に過ぎないかもしれない。構造的には日本は全体が右翼化、まあ、元々右翼国家なんですけれども、さらに右翼の傾斜がきつくなっている。ヨーロッパでも席巻しているようにファシズム、ネオファシズムというものが、日本人を覆っている。それをまあ日本バージョンで言うと、安倍のポリシーという言い方をする。それを安倍だけではなくて、日本の保守的なメディアも戦後政治の総決算みたいな言い方をして、そしてもう一度戦前へというそういう主張というのは、思想の流れですかね、まあモードと言っていいかもしれません。そういうモードになっているどころか、その濃度がですね、濃さですね、これが日々強まっているのではないかというふうに思います。後半の方でじゃあこの戦争あるいはとりわけ中日戦争をどう見たらいいのかということでの話も少しさせていただきたいと思うんですけれども、
もう中国との関係は非常に今険悪な状態になっている、これはもちろん否定できない事実かもしれない。で、歴史和解、一頃私たちが本当に心から叫んできた歴史和解も大変難しくなっている、ならばいいじゃないか、歴史和解はしばらく時間がかかる、だけどもまず共存することが大事だろう、だからこういうことをですね、歴史和解なき共存という言い方をします。で、尖閣の問題も図書屋さんが上に上げとけ、小さな岩礁ごときで中日関係をごたごたする必要は分かりすぎることだとおっしゃいました。まさにその通りですね。これはやっぱり棚上げをして、その間に歴史和解の方法を探り出し、若い人たちも含めたやっぱり知恵を紡ぎ合い、そして解決の道を見つけていくことで、私たちは今何をしたらいいかといったら、歴史和解のステージ、段階を、まあ階段でもいいですけどね、一歩一歩上がることがとても大事なんだろう。じゃあそのステージっていうのはどこにあり、どういうステージが一番好ましいのかということを、まあ、歴史を学びながら、現代政治をも学びながら、やっぱり一つ一つ詰めていくということが大事だろうというふうに思います。で、ちょっと6は飛ばしちゃいまして、話のですね、途中からになるかもしれませんけど、私はあまり硬い話ばかりするのは得意ではありませんので、私には実は3人の恩師がいて、これは中国との歴史を勉強する上では本当になくてはならない先生なんですけども、一人は一橋でお世話になった藤原明先生です。藤原明先生というのは中医までなられたんですかね、将校として中国に参戦をされて、中医の時代に顔面の何面というか先ですかね、集団が爆発して顎を砕かれて、まあ、それ以来まだ若い二十歳代からいればされていて、本当に硬いものがダメですね、で、まあ、お酒が全てのエネルギー源だってこと、まあ、そうだけではないと思うんですけども、そういう先生が、大変お世話になって、私は、藤原明先生の、まあ、日々ですね、ゼミだけじゃなくてゼミの後の第二ゼミ、つまり飲み会のことなんですけども、その場でいろんなことを教えていただきました。本当に軍事史のパイオニアなんですね。で、本当にその軍事というものがいかに私たちの日常生活にこう密接不可分の関係であるものかということを本当に話していただきました。まあ、そのこともちょっと後から紹介申し上げて、で、もう一人はですね、五味川淳平先生です。五味川淳平さんっていうのはどうなんでしょう、どうなんでしょうっていうのも、虚構の大義、人間の条件等々ではとても有名な先生ですね。まあ、三一処方、まあ、場所が大人自ら引っ越しちゃったんですけども、あそこの社屋も五味川先生の印税で建ったっていうぐらい1500万部売れたっていう人間の条件ですね。まあ、映画にもなって中台達也さん、新たな道夫さんでしたかね、まあ、いろんなバージョンがあって、加藤豪さんと星井理子さんとかですね、いろんなバージョンがあるんですけれども、その五味川さんとは1979年に民間の軍事研究機関である軍事問題研究会というのに寄せていただいたから、随分と厳しく可愛がられました。これすぐいいか、軍事というものを勉強しないとこれからダメなんだと、まだ20歳半ばぐらいの時に、軍事史を勉強しなさいと盛んに言われたのが実は五味川先生で、五味川先生に出会わなければ私は軍事史を勉強してなかったんだろうというふうに思います。五味川先生は、最後95年に亡くなられたんですけれども、喉頭がんで喉を失われておりました。その時に、慶応病院に入院されてたんですけれども、枕元にこんな資料が積んでありまして、先生これ何ですか、いやこれね、これから今書いてる 小説やね、ノンフィクションの小説の一つで、これ後から御前会議ということが分かりました。これそういう章、これ御前会議の原稿を書くための資料だったんですね。で、退院をされました。退院をされてきまして、もう喉を失われてますから、私と、ある雑誌で対談の機会を得まして、その時喉から本当に振り絞るような、文字通り声が出ませんから、振り絞るような声で筆談しながらこう見せて、答えてまた見せてということをやりまして、これ私の評論集、日米侵害ラインという本の中に収めてますけれども、
その時の言葉が今でもやっぱり忘れられないんですね。やっぱり軍事を知らない者が平和を語れないんだよって、平和を語る前に軍事を語るよねって、そのことを言われました。まあ何て言うんでしょうかね、平和と軍事っていうのは、まあ、要するに対峙語っていう形で、言われますよね。だけど軍事をなぜやるんですかって、あるいは軍事史をなぜやるんですかって聞かれた時には、平和史を勉強したいからですって答えることにしています。平和と軍事っていうのは表裏一体一対のもの、やっぱり両方知らないといけないんじゃないかという思いを五味川先生から教えていただきました。あとですね、またこれページをめくっている時に言いますけれども、申し上げますけれども、山川明夫さんがもう一人おられます。山川学校、経済ジャーナリストなんですけども、例の新しい戦前っていうことを最初に物されたのはタモリさんではなくて、タモリさんがですね、徹子の部屋で、タモリさん今どんな時代ですかねって言ったら、タモリさんが、いや新しい戦前ではないですかねと言われたんですけど、これはおそらく山川明夫さんが1980年にお書きになった新しい戦前という本を、やっぱり読書家のタモリさんですから読まれていたんでしょうね。本人に聞いたわけではありませんけれども、でその言い出しっぺの山川明夫さんも1980年代いわゆる優秀法制が訴状に上がって、まあ、関東大学の議論が始まった頃に山川さんがこの本を物されたわけですね。新しい戦前を私たちは生きている、いやいや正確に言うと生かされている、有無を言わさず生かされている、歩かされている、こういう言い方をされたんですね。まあ、そういう方で、この3人の先生との出会いがなければ、現在はこんなことをこういう場でお話を機会を得ることはなかったんだろうというふうに思っています。さて、前工場は長かったんですけれども、かなり端折りながら申し上げていきます。まず戦前日本国家とは何だったのか、先ほど冒頭で申し上げてしまいました。台湾出兵1874年、日清戦争1894年、日露戦争1904年、一大戦1914年。ここまで皆さんお気づきになると思いますけれども、これ偶然か必然かなんて、そんな非科学的なことを言ってもしょうがないんですけども、くしくもこれ最後が4で割ってますよね。どうも日本にとっては4は縁起の悪い数字、死ということですけれども、別に日本だけの気がしますけれども、この1874、1904、この何をここで私が言いたかったというのは、もう戦争に次ぐ戦争であったということですね。で、それから74、94、14という形につながっていて、シベリア干渉戦争が18年から25年、ね、それから三島出兵、それから、北朝鮮事件があった1931年ですね。で、盧溝橋事件、日中全面戦争があって、そして対米戦争、これも41年に始まって、戦前が終わるわけなんですけれども、ついでに言えば戦後もですね、実はくしくも4のつく年にこの国をして、もうより 戦後軍事国家と言わしめるような大きな、事件がありました。ちょっと字を間違えておりますけれども、イラク派兵が2004年、集団的自衛権、ここで抜けてますね、集団的自衛権、閣議決定ですね、安倍晋三内閣の時、これも2014年ですから、たまたま4年。それから今日は、現代のことはあまり話す時間がありませんけれども、さっきの2022年の12月の、公表された安保3文書、ここで明らかにされた、まあ、いろんな驚く点が多々あったんですけれども、私が一番注目したのは、もちろんこれだけではないんですけども、統合作戦司令部創設、今年度中に作ると防衛省は言っています。これは2020年、また4がついちゃったんですね。でこれはあまり時間がありませんと言いながら一言だけしゃべりますけれども、これは戦前の大本営です。つまり、作戦戦闘司令ですね。でこれをですね、作るということになってるんですね。でこれはどういうものかというと、有事になった場合、戦時になった場合に、日米、まあ韓も入るんですね、日米韓三国は中心にして連合軍を作ります。戦時作戦統制権は戦時作戦統制権、
略して詮索権と言いますけれども、詮索権は誰が握るかっていう問題なんですね。これはアメリカのアジア太平洋軍司令官ですね。つまり日本自衛隊24万も、まあ、10万もいませんけれども、一応24万も韓国国防軍45万もアメリカ軍も一対になって、一体となって、まあ言ってみれば東アジアに展開している軍隊ですよ。これの最高司令官がアメリカ軍になる。そのために日本にもアメリカとあうんの呼吸で動く作戦統合司令部が必要だっていう話、これ前だから言ってるんです。でこれ早く作れ早く作れとアメリカに言われて、まあ、ようやくという方は変なんですけども、今年度作りますということをアメリカに宣言しちゃったんですね。これが、統合作戦司令部っていうんですけども、平時の場合には自衛隊は統合司令官が作るんだ、統合幕僚長、改め統合司令官になるんですけど、これ握るんですけども、戦時になった場合にはアメリカ軍に24万の自衛隊も持っていかれるという意味ですね。つまりもうそこまで日本の戦時体制、戦争体制が準備されているということなんです。じゃあ誰が戦時、誰が平時と区分するのかということなんですね。いつでも戦時規定というのは簡単にある意味ではできます。憲法を変えるともできます。そういう状況下に今なっていて、今戦時ですから自衛隊を動かしますよ、文句言わないでくださいねという形でアメリカ軍の第5軍になっていく。ここでちょっとわざと止めたのは、アメリカは4軍ですね、空軍、海軍、陸軍、ね、その4軍目に変えたわけですね。アメリカは4軍編成です。それに自衛隊という第5軍が加わって、アメリカは5軍編成、ひょっとしたら韓国国防軍含めて6軍体制でいくという、この6軍体制で中国包囲戦略も指揮、そして統括をかけ続ける。場合によっては戦場を東アジアのどこかに求めて、そして中国の戦力を削ぐ、そういうことを否定しないというですね。今度もうトランプ政権が来年2月に発足した暁には、国防長官も国務長官も対中国強硬派ですね。これはすごい人がなっちゃいました。国務長官ルビオでしたかね、これ毎回注目の人で、もうとにかく中国を潰すという。ちょうどですね、ロシア・ウクライナ戦争の時にウクライナとロシアを戦争させろ、ネオコンのグループが、まあ言ってみれば、ロシアに挑発をし、ロシアに侵略を誘い込んでしまったと同じような形でですね、やはり今回もアメリカのトランプ政権の超高派のルビーをはじめですね、またバイデンの民主党政権とは変わった形で、中国に対する軍事的恫喝ですね、経済制裁的なことと軍事経済両面にわたる、言ってみれば、追い詰め方っていうのが起きうるであろうというふうに思いますけれども、そういう状況があるんですね。でちょっと話が横になりましたけど、さっきの戦争はどういう戦争だったという時に、私は2つの特徴があるというふうにくくっています。まあ、これもまあ非常に、きちっと説明していかなきゃいけないことなんですけども、2ページ目の頭にですね、ほとんどの戦争が対中国戦争であったことですね。台湾も中国の一部に考えられるわけですから、台湾出兵も中国に対する出兵だと捉えていいでしょう。まあ、もちろんここにはいろんな解釈が言いますから、まあ、いろんなアプローチがあっていいと思いますけども、日清戦争は清ですから中国との戦争、それから日露戦争は確かに日本とロシア、実はこれはイギリスとロシアの戦争だったんですけどね、イギリスの代わりに日本がロシアと代理戦争をさせられたというのがこの日露戦争の本質であって、あれは英露戦争だったんです。でイギリスの代わりに日本が100万の大軍を中国東北地域に送って30万近い死傷者を出すというんですね。で20億円という当時のお金を戦費として使うという、つまりイギリスのためにロシアと戦わされちゃったわけですね。と同じような構図が時代を超えてロシアとウクライナ戦争という形になるわけですね。
アメリカがロシアと直接戦争することはいろんな問題があってできない。じゃあどうする、ウクライナを誘い出してロシアにぶつける、あるいはぶつけられる、そういう方向性を取ってしまったと同じようなことが1904年に起きたんですね。イギリスの代わりに、つまり、アメリカの代わりにウクライナがロシアとぶつけられたように、イギリスの代わりに日本が1904年にはロシアと戦わされる。同盟っていうのはそういうものなんです。1902年の同盟、2年後に日露戦争がありました。戦争を引き込む同盟ですね。日独伊三国同盟1940年、翌年はアジア太平洋戦争が始まりました。ということで同盟は戦争をいざなうものでしかないということを、まあ、強調しておきたいと思うんですけれども、一番大きな問題はほとんどの戦争が中国が相手、あるいは中国は戦場であった。だって、日露戦争が、もちろんエロ戦争と言いましたけれども、戦場はロシアでも日本でもなかったわけですね。ロシアの東北地域なわけです。でそういう場所で、つまりよその土地で、よその国の土地でやってみれば、州を争うというようなことが行われたということなんですね。で一大戦もそうですよね。一大戦も日本は漁夫の利で、チリタオとドイツの蘇薬地と、あるいはドイツ基地を占領し、そして、中国に対する覇権を獲得していくわけですけれども、つまり中国が日本の利権拡大の、言ってみれば共闘法に使われた、根城に使われたということなんですね。まあ、根城って言っていいんですかね。これが大きな特徴だと思います。で、次のですね、まあ、こういう話をするときに、先の戦争という言葉をよく使いますよね。この先の戦争というときに、これはどの戦争を指すんだろうかってよく議論になるじゃないでしょうか。で先の戦争というと、まあ、一番ご年配の方の中には、中国との戦争、まあ、これはかなり保守的な人たちは大東亜戦争というですね、言葉でくくられますね。だけど先の戦争というのは、まあ、もちろん個々人の歴史認識、歴史判断によりけりなんですけれども、私はね、先の戦争といったらもう中国との、まあ、台湾、侵略から始まるこの150年にわたりですね、一石半っていうんでしょうかね、この戦争全体をですね、先の戦争という捉え方をしておかないと、ここの戦争という形ではダメなんだろうと思います。もちろんですね、こういう言い方をすると全ての過去の戦争を、まあ、一つにまとめてしまうこと自体は、まあ、ある意味ではかなり乱暴な言い方かもしれませんね。ただ認識の仕方としては、戦前日本というのは、もっと言えば明治近代国家というのは、戦争によって国家が初めて成り立つような文字通りのオーステート戦争国家であったわけなんですから、じゃあなぜそういう戦争によってしか成り立たない国家であったのかっていう、その国家の本質を問い続けることなくして、やっぱり戦前の政治も、またそれを政断によって戦後にも受け継いでしまった戦後国家にも、なかなか、具体的に接近できないのではないかというのが私の考えなんですね。だから先の戦争という言い方は、大変大きな問題だと思いますし、先ほど冒頭で言ってしまいました、次に2つの戦争を中骨、これですよね、まあ、構成なんかするときにもよく使われますけれども、中骨という言い方をしますね。まあ、どういう言い方がいいんですかね。この中骨の同化が扱いするのは間違いだと冒頭で申し上げました。やっぱり中国アジアとの戦争と、それから米英ランランも一部でしたけれども、相手にした戦争をやっぱり、一つの戦争として取り上げなければいけない。でそこで私は次にこういうことを言いたいんですね。私はこれ何年ですか、96年か何かに書いて、侵略戦争という千曲新書で書いたんですけど、日中戦争がもしなかったならば、日英米戦争がなかったはずだ。なので日中戦争の延長としての日英米戦争という言い方をしたんですね。これはもちろん歴史学、あるいは歴史学会から言うと、そんな乱暴な捉え方っていうのはどうかと思うよっていうのを
サンダッパラ言われたんですけれども、言われれば言われるほど反発力が増える私ですから、言い返したんですけれども、日英米戦争の延長としての、日米戦争だから、わざわざ第2章に日中戦争から日米戦争へって書いたのは、日中戦争が終わって日米戦争になったっていうんじゃなくて、日米戦争は原因は何かといえば日中戦争であったわけですね。ということは逆算するとね、歴史にたらわってはいけないんですけれども、日中戦争がなかったならば日英米戦争はなかったでしょうね。それは分かりません、それは分かりませんけれども、日中戦争が日英米戦争の原因だ、原因ではないか、いや原因だという、立場に立てばですね、やっぱり日中友好平和いうことをしっかり築けなかったところに、日本が日英米乱戦争を引き起こしてしまった原因があるのではないかというふうに思うんですね。でありますから、日中戦争研究っていうのはとても大事であり、そして日中戦争の一コマ一コマの一つ、重要な一コマである慶長山事件の問題も、そして私が最近今日も持ってきてますけども、禁酒無差別、世界で最初の無差別爆撃として禁酒爆撃っていうのが行われたんですけれども、その禁酒爆撃の問題も、それから私が弁護士の市野先生なんかと一緒にやっている重慶大爆撃訴訟、これ13年間訴訟やって結局負けてしまったんですけども、今は NPO 法人化して、重慶大爆撃を継承する会、私も、共同代表の一人なんですけれども、そういうことを通じて日中戦争を再定義し、そこから学び取れるものは何かということを絶えず考えていかないと、またまた第二次日英米戦争が起きてしまうんだということなんですね。だからどれだけ学び取るかということとっても大事なので、ですから平長山事件を一生懸命やっておられる方々に敬意を表したいんですけども、なぜやっておられるんですか。当然お答えは、次の世代が第二次日中戦争をしないために、その教訓を糧を得るためという答えになるんだろうというふうに勝手に推察申し上げるところなんですね。でそういう話と同時にですね、3番目にですね、これはもうちょっと端折りますけどもね、私戦争の痛いって言いますと、ずっと戦争ばっかりやってたっていうイメージで持たれるのが少し尺なもんですから、帝国と立憲という言葉を使いました。これはもうもちろん戦前は帝国のものなんですけども、立憲の動きもあったんだということなんですね。つまり、具体的に言えば一大戦が終わって大正デモクラシーが世にも入ってきて、民本主義という非常に制約的な言葉で言ったんだけれども、日本にも反戦平和運動がありました。1920年には日本共産党ができました。反転の性反戦を掲げて弾圧にめげず、ずっと一貫して、高い旗を掲げて戦ってまいりました。潰されていくわけですけどね。で、そういう歴史も私たちはその戦争の歴史の中から読み解かなければいけない。つまり帝国と立憲というものが同時的にあったんだということも忘れてはならない。これは丸野先生がね、帝国と立憲という大変素晴らしい、同じ筑波新書でもこうも違うものかという素晴らしい本をお書きになってますけれども、そういう帝国と立憲の問題も訴状に挙げていかなければいけないとは思います。で、次にですね、どんどんいきますけれども、日中戦争2番目の3ページのところに行きたいと思います。中国侵略の背景は何か、もうこれは平城山事件を学ぶ会でも繰り返し井上先生を中心にしながら勉強されていると思います。なのでここで、高い位置からアードコーダー言う必要もないぐらいなんですけれども、私の考えていることを少し申し上げたいと思います。そこで、昭和天皇のね、とても有名な言葉をちょっと紹介申し上げたいと思います。昭和天皇がですね、こういう言葉をですね、侍従であった小倉クラージという人に言っているんですね。日本は支那、当時の言葉ですから、支那ということは便宜的に使わせていただきますけれども、日本は支那を見くびりたい、早く戦争をやめて10年ばかり国力の自立を図るが最もですね、最も賢明になるべきですね。で自分は支那人をやりたくなかった。それはソビエトが怖いからである。かつ自分も得ている情報では、始めれば支那は容易のことではいかぬ。満州事変の時のようにはいかぬ。つまり一応昭和天皇は満州事変はうまくいったと思っているんですね。
まあ、あれよあれという間に確かに主要都市を占領し、そして禁止爆撃を行って、大きな、まあ、彼らの言うところの格好的戦果を上げますから、満州事変は良かったんですけれども、その後の展開を見ていると、どうも中国は制圧が非常に難しいんだという時に、このオクラクラージに行ったのは1941年、ちょうど真珠湾攻撃、あるいはもっとそれよりも先の同じ年であります、同じでありますけれども、マレー半島における、日本陸軍第5師団ですね、第5師団、これ広島の第11連隊中心でしたけれども、すごいですよね。あの、皆さん真珠湾奇襲っていうのが、あの、日米米戦争の最初だと思う人が多いんですけど、違うんですよね。2時間、3時間、まあ、時間は多少ずれがありますけれども、それよりもですね、最低でも2時間、3時間前にマレー半島に、今申し上げました、広島、当時は広島の城内に師団司令部があったんですけど、師団司令部があった第5師団11連隊機関とする部隊が五田原等々に上陸して、そして英領マレー、英領マレーの軍隊とイギリス軍で戦って、そして、そこを攻め落として42年2月15日にシンガポールを陥落させ、昭和島という、名前に変えるわけですよね。そして6万人とも言われる大量の中華系シンガポール人ですね、これを虐殺するわけですね。だからシンガポールに参りますと決裁の塔というのがあって、決裁の塔の下には遺骨が、収集された遺骨が、陶器の中に収められているわけですね。6万人の人たちが殺されているんです。まさに、あの、平城山事件のような、あの、人数の方の問題ではありません。同じような殺戮っていうのが起きているわけなんですね。私もシンガポールによく行きますけども、シンガポールに行くときにはラフルズホテルという、まあ、あの、イギリスの植民地者ですから、あまり使いたくないと思うんですけども、その庭にビールを飲むのを楽しみにしてるんですけど、そこから決裁の塔が見えるんですね、正面で。ある日本人がですね、あれは何だと言った、こういう意味を呼んでですね、あれは何だって説明させたんですね。そしたら、いや、これは今私が申し上げたように、1942年2月15日シンガポール陥落の折に虐殺されたシンガポール華僑の人たちを、遺骨が眠っておる場所なんです、だから決裁の塔というんですですね、血の国際の差ですね。そしたらその日本人を、30代前半の商社マンということだったんですけども、目障りだと言った。そしたらですね、ボーイさんも若かったんですけども、当然怒りますよね。なんていうことを言うんだと、なんということを言うんだと、あなたたち日本の侵略の犠牲になった私たちの先輩の人たちがあそこで遺骨になって眠っておられるんだと、理路整然と説明したんですね。そしたらもうまさにまた喧嘩になっちゃった。それはあのシンガポールの新聞でも新聞沙汰になりまして、以来、シンガポールでは8月15日に慰霊祭が行われるわけですけども、決裁の塔の方ですね、こうなってますから、シンガポール大使、日本大使は呼ばれなくなった、しばらくの間ですよ、しばらくの間、いうようないわくつきのものなんですけれども、そういう事件もあります。で、ちょっと余談になっちゃいましたけども、元に戻りますけれども、このね、昭和天皇の発言がもう一回言いますけれども、42年の1月なんです、で、その話をですね、テーマにした本が、日本を品を見くびりたいという本を書いたんです。で、これは表紙にですね、日本軍が中国軍に、まあ、いわゆる降伏調印式というのを絵にした、これは実は写真じゃなくて絵なんですけども、絵がですね、中国でも今だいぶ撤収されたかもしれませんけれども、あちこちに掲げられておりました。私も1986年の最初に訪中だったんですけども、学会で報告した時にも横の壁にですね、このこれちょっと皆さんご覧になれないと申し訳ないんですけども、貼ってあるんですね。日本軍が攻撃を垂れてですね、降伏調印で軍刀を、差し出しているというんですね、こういう写真が流行りました。で、それだけ中国の若い人たちも含めてね、日本軍が中国軍に降伏したんだ、でそれによって自分たちは助かったんだっていう、自分たちの先輩たちやお父さんお母さんおじいさんおばあちゃんが助かったんだというね、ことをこの絵を通じて学んだんですね。
そういうこともありまして、この絵を表紙にして、日本は死者を見くびりたい。で、実は蒋介石からも言われてますよね。蒋介石日記の中に、日本は中国を侮ったんですね。侮るですね、つまり低く見積もるということなんですね。つまり当時の日本の多くの日本人も天皇も中国の力量、抗戦能力、抗戦意志ですね、それをですね低く見積もっていて、一撃を与えれば白旗を上げるだろうというですね、そういう思いでいた。だから得ている情報と違うという認識を昭和天皇は小倉クラジにも伝えたという話なんですね。じゃあそういう日中戦争っていうのは誰が指示したのか、まあ、これは全部言いません、時間の関係で言いませんけれども、これは佐藤忠夫さんという有名な映画監督ですね、まあ、たくさんの映画の評論をされてますので、評論家ですけれども、ご存知の方も多いかもしれませんけれども、なんとなく具体的な根拠はないんだけれども、生活も貧しいし一旗も上げてみたいけれども、日本国内にはそのチャンスはないと。で、自分は十分な勉強もしてないから、どうも日本国内では通用しない人間だなというふうに自己規定してしまって、で、大陸に行ったら土地も手に入る、場合によっては中国人が経営していた工場も手に入るかもしれないっていうんで、それ行けどんどん、で、その先鞭を切った日本軍に対して頑張ってほしいと、自分たちの将来を軍に預けてしまう格好を取ってしまった、そういう雰囲気が1930年代全国を覆いつしていたっていう話なんですね。で、それはですね、今日本は貧困化がとても進んでいて、大変厳しい生活、苦しい生活なので、何かやっぱりここで今ある生活空間を突破していきたい、そのチャンスはどっかないかという時に、あ、戦争っていうのもそのチャンスになれるかもしれないとでも思っている人たちが少なからずいるかもしれないという怖い話なんですね。今1930年代の話ではなくて、今度は2020年代の話をしているわけですけども、非常にそういう意味では空気っていうのが見返ってきているという感じなんですね。私は歴史研究者ですから、どうしても歴史に引っ掛けてしか現在を語ることはできないという、そういう限界性を持っているので、それを自覚しつつ皆さんに申し上げているんですけれども、非常に30年代と現代とは似通ってきている。その貧困ということ、それから差別社会であるということ、それから強い者が得をする社会になってしまっているということ、そしてそういった世論、そういったムードを背負って自分の頑張り時だと張り切っちゃっているのは日本の自衛隊の方々の全部とは言いません、全部とは言いません、あるいは日本の保守政党は全部とは言いませんが、そういうモードに乗っかってやはり角を出し始めているというような状況にあるのではないかということで、この話は決して目立つ話じゃないんですけれども、再び30年代論というのがいろんな場で議論されている。で、選挙でもほとんどがですね、まあ、日本共産党、社民党以外は全部こうこちぎっちゃってるみたいな感じになっているという意味でも、戦前の政党もあったんですけれども、新軍政党化してくるでしょ。新軍というのは新しいじゃなくて親の軍と同じ発音すると新しい軍に見えちゃいますけども、軍隊に親しみを感じてしまう、あるいは期待感を抱いてしまう、軍だったら何とかしてくれるんじゃないか、この鬱積したこの社会を何とかしてくれるんじゃないか、だからアメリカの言うことを聞いて、だからアメリカのことを言うことを聞いて、右に行きなさいと言えば右に行く、火の中に飛び込みなさいと言ったら飛び込んでみようかなみたいな感じになっている。なので統合作戦司令部なんですね、先ほどの合意にくっつけてしまえばという話なんです。さて、もう一つ五味川先生の話をもう一つ先ほどもちらっとしましたけれども、五味川先生が いつもよく言われていることだったんですけども、日本は誰に負けたのかということを真剣に考えなさいと言われたんですね。誰に負けたか、誰に勝ったか、誰に負けたか、勝ち負けなんかどうでもいいじゃないかって話もありますけれども、私はやっぱり日本の敗北
というものから何を学ぶのかってとても大きな問題だと思うんですね。で、荻川先生はこういう言い方をされてるんですね。ちょっと教科書会で書いてありますけれども、ちょっと お目通しいただきたいんですけど、もし日本は中国にこそ負けたのであり、中国大陸で負けたからこそ太平洋でも負けたのだということを事実と実感を持って全国民的規模で確認していたら、戦後の我々政治思想運動の状況は今と非常に違うものになったり、そういないのである。つまり先の戦争は太平洋の向こうの国、つまりアメリカに負けたのではない、中国あるいはアジアの人民との戦いに負けたんだという総括をしなければいけなかったのに、それをしなかったからこそ戦後の対中認識が、あるいは日本人の戦争認識がおかしくなってしまったんだよということを、五味川さんは極限状況にある人間精神のがん、日本人の対中国戦争、これ私も学ばせていただいた橋川文蔵先生との対談なんですけども、その中で言っておられるんですね。で、このことが私と先ほども申し上げたんですけども、五味川先生との対談をやっておりまして、検証新聞の中に収めているんですけれども、この問題ってのはとっても大きな問題だと思うんですね。で、先ほどなので、日米歴史認識同盟と申し上げたのは、対中国認識っていうものを完全に打ち破って消してしまって、そして先の戦争はアメリカに負けたんだから二度と敗戦の浮き目に遭わないためにはどうしたらいいかっていうことを、日本人が問うた時に、そうだ、世界最大の強国アメリカのような国になればいいっていうんで、大量生産大量輸出、アメリカ型の資本主義世界に全てを打ち込んでしまったわけでしょ。で、アメリカが戦争の的になっていたわけですよね。羨ましい、一歩でも日本でも1ミリでもアメリカ人になりたい、近づきたいということで、日本は戦前福沢諭吉は夏は理由という言葉を言った。戦後は再び日本はアジアの国なんだから、アジアに帰らなきゃいけなかったはずだ、バックトゥザフューチャーっていう映画があったけれども、文字ればバックトゥザエイジアにならなきゃいけなかったんだけれども、脱は入米から、あ、ごめんなさい、脱は入欧から、ね、戦後はですね、脱は入米になってしまった。で、戦前も戦後も脱アジアだった。脱アジアだった。日本がアジアの国であるという自覚、位置づけ、定位づけ、これを失ってしまったところに、非常に大きな過ちがあったんではないか。だから今でも、まあ、一頃はですね、72年、78年の頃は中国に対する親密度が非常に高かった、ハネムーン時代と言われたんだけれども、対ソ脅威論が終わって、次に対中脅威論に変わってしまうさなかに、対中嫌悪感というものが、文字通りプロパガンダ、政治宣伝としても掻き立てられて、それに便乗していき、その強さを持って対米従属度をさらに濃厚にしていくという、そういう流れというものが作られていった。そのことに気づかないままずっと戦後政治にこう中で私たちは歩いてきてしまったということなんですね。だからこの一番下の手のところですね、日本は誰に負けたのかの問いにアメリカに負けたとする安直な回答で、それ以上に深く問うことを介してきたことは、私たちが歴史から何を学ばなかった、歴史から何も学ばなかったに等しい行為であるというですね、ちょっとまあ厳しい物言い方かもしれませんけども、そういうように私は思うんです。したがって早口に次ぐ早口って申し訳ないんですけれども、日本は中国に敗北しアメリカに降伏したというのが実は私のこの本の結論であるんですね。もう一回申し上げます。日本は中国に敗北したの。で、確かにそれが降伏はアメリカ連合国軍に降伏した。1945年9月2日、東京湾上陸下部戦艦ディズリー号上で連合国軍との国境意識がありましたね。つかみかけしですね。で、それを絵で見てるわけですね。私たちも写真とかね、絵でね、あ、日本はアメリカに負けたんだなっていうことを、もう言ってみれば
洗脳という言葉はあまり使いたくないんですけれども、思い込まされちゃったわけですね。刷り込まれちゃったわけです。なので、いやいや、待てよ。しっかりと先の戦争を分析しようというときに、これから客観的なデータをご紹介します。これはとても有名なデータなので、かなり私も早い時期から使っておったんですけれども、富士出版さんから、すなわち大東亜戦争を動員、これ、外資というのはこれ字が間違っているので、外の資ではなくて、外数の外、外数の外、ちょっと直しておいてください。大東亜、シナ1年大東亜戦争動員外資というですね、1988年に宇治出版さんから出されている15年戦争極秘資料の一つなんですけども、ここにしっかりと登場してくるデータなんです。これはもうご案内の方も多かると思うんですけども、でも言ってしまいますね。中国本土に展開した日本軍兵力数は41年段階で、ここに書いてありますけれども、日本陸軍138万人、日本の陸軍総兵力の 65% が中国大陸に張り付いていたわけですね。それが43年には128万、若干抽出されて南方に送り込まれます。だから南方に送り込まれた数が、ここに書いてありますけれども126万ですから、中国戦線と南方戦線との兵力展開数がほぼ一緒になります、43年段階。しかし45年段階では日本本土に展開され、中国本土に展開された日本陸軍は約98万人、200万人が敗戦の年に中国本土に張り付いていた、あるいは張り付かざるを得なかった状況下にあります。一方南方地域や南方戦線は 164%、 つまり全兵力のこの数字ですね、 31% が中国、 26% が南方戦線に、そして残りが日本本土に、あるいは朝鮮半島とか空腹に展開しているわけですね。このことは何をしているか言わずもなんですね。でつまり日本は中国に兵力の大多数を取られていた。で兵力数だけではなくてもっと大きな数字があります。それは軍費です、軍事費です。この41年から45年の4年間に中国戦線に投入された軍事費ですね、軍事費、これをちょっと見てください。でここに数字を一つ一つ書いておりますけれども、2つ目の図で出ていますね。41年から45年まで中国戦線に投入された軍事総額は415億4100万円。同期間に占める軍事支出の 57%、 60% 近くがこの年間に中国に注がれていたということなんですね。一方南方戦線は184億円、 25%。 どうですか、もう明らかに投入された軍事費では中国戦線の方が南方戦線よりも 2.5 倍多かったわけです。これというのはもうルール説明が必要ないくらいですね。つまり日本は中国に兵力も取られ、なお一層のこと軍事費も取られて日本の国力戦力をそがれそがれそがれ、そして先ほど申しましたあまりいい例ではありませんがと断りつつ何回も言ってしまう悪い癖なんですけれども、あのガードが下がったところに2発の原発を落とされた。その時に倒れました。日本が敗北というダウンしました。ダウンした時にレフェリーは何て言うんでしょうか。あ、2発のカウンターパンチが入ったから倒れたんだねっていう評価もあれば、いや待ってよと。中国と15年にわたる日中15年戦争によって日本の国力が体力を消耗し、そして力尽きたところに原爆が落とされた。なのでボリーブロの方が日本の敗北の決定打であったであろう、この解釈は別にそれぞれあっていいと思いますが、私はもし日本に体力が残っていればガードをしっかり固めてたんでしょうね。だからパンチを浴びる可能性はゼロに等しかったと私は思っていますので中国との戦争がいかに日本の敗北に大きかったのか、そのことを教訓としてどう位置づけ直すのかっていうのがとても重要なことになってくるだと思っているんですね。で、そのことを強調してあまりありません。で、次に参ります。6ページのアジア太平洋戦争は何だったのか、今まで早口で申し上げたことを踏まえて
アジア太平洋戦争の総括をもう一回しなきゃいけない時に来ている、もうとっくに来ているんですけども、繰り返します。アジア太平洋戦争、よく皆さん見てください。中ポツがありません、3のところには。私も実はアジア太平洋戦争っていう論文を、書いたことがあります。で、編集者から先生、構成で一つ大きなミスがありましたと返ってきました。今でも忘れません。中ポツが抜けておりましたっていう編集者の構成が出てまいりました。早速その編集者に、どのくらい話したんでしょうかね。いや、これは私のミスではありません。私の歴史認識です。アジア太平洋戦争を地理的なレベルで区分けしてはいけません。2つの戦争は1つの戦争なんですと繰り返し繰り返し、まだまだ若かった編集者も今では立派な編集者になられて、もう定年だったかな、されました。今でも思い出話でよくされましておりますが、変な思い出、いい思い出っていう、アジア太平洋戦争、これ中ポツがありませんから、ご職をよく私するんですけども、これ皆さん直さないでください、そのままお持ち帰りください。で、私はね、この中ポツがなかったことだけでアジア太平洋戦争は何だったのかを、まあ大体 80% ぐらい喋っちゃったという気になってしまうんですけども、これは決して太平洋戦争ではありませんので、そこのところは重要しなきゃいけないと思います。そして2つ目のところ、アジア太平洋戦争とは植民地獲得戦争ではなかったのかっていう、要するに日本は満州を取った、満州帝国とした、で、これを共闘法にして大宋戦争の前進拠点にした、あるいは中国本土を制圧するための軍事拠点にしたということなんですけども、要するに中国を偽満州国、これを日本の植民地として、そして入植者をどんどん本土から満蒙開拓団等と名称を加えて入れて日本領土化していくわけですよね。そのための戦争であったとするならば、植民地獲得戦争であった。私も実は中国だけではなくて東南アジア随分回りましたけれども、いろんなところで日本の植民地の傷跡というものが今でも散見されます。いろんな資料館とか、あるいはいろんなものが残っているわけですけれども、これは植民地の足跡だなという感じでいたします。で、そのことをね、例えば今のイスラエルとパレスチナ戦争も、言ってみればイスラエルはガザを空爆してあそこ全部さら地にして中東のドバイにしようというわけでしょ。だからもう本当にそのうち全部ブルドーザーでさら地にしようという、その可能性がより強いわけなんですけれども、ある意味ではパレスチナを入植、植民地、キブスとかモザブとか言うとそうですけども、完全に、植民地獲得侵略ですよね、そう言ってみれば。大体侵略戦争っていうのは植民地、戦争とほとんどそう言ってもいいぐらいの感じがいたします。そういうレベルから見ておかなければいけないだろうというふうに思います。領土の主権ですね、いう問題、領土と主権の問題っていうのが今でも国連憲章24項大きな問題になってますけれども、そのことを忘れてはならないだろうと思います。で、ちょっと筋がちょっと違うかもしれませんけども、その藤原先生がですね、太陽戦争、アジア太陽戦争って何だったのかっていう時に一つのアプローチとして餓死した飢え死にっていう、餓死でもいいんですけど、飢え死にでもいいんですけども、餓死した英霊たちっていうのを書きになりました。これ藤原先生がですね、あんまり恩師のことを言ってませんけど、最後はですね、人工透析を受けになって亡くなられていくんですけども、病室でよかったって、1日4時間ぐらいかかりますからね。で、いや先生そんな無理しないでくださいって我々こう言ったんですけども、いやこれはやっぱりもちろん藤原先生ですから遺言とかそういうことは全くおっしゃらないんですけども、我々不定の弟子たちからすると、不定の弟子、私はですけど、そこまでお書きになるっていうことに驚きましたけど、これはどういう本かというと、大体半分以上、6割方が戦闘で亡くなったんじゃなくて餓死して亡くなったんだっていうことですね。つまり弾がなくなってしまって撃ち殺されたっていうケースとか、いろいろ死に方、戦死の仕方って多様だと思うんですけども、大半がですね、中国でも特に南方でもそうなんだけども、飢え死にしていった。で、なぜ飢え死にしたかっていうと、やっぱりそれだけ
日本戦力国力がないのに無駄な侵略戦争を重ねてきたということなんですね。でなぜそんな無駄な、負けるとは勝っていながらというのはかっこつきだけれども、そのことを思ってても口に出せない世界でしたから、それは日本が戦争国家だったから、つまり戦争によってしか日本の国家というものが成立しえないような、そういう国家構造、国家体質、国家文化であったから、あるいは戦争文化が庶民文化であったから、まあ、こういう決めつけはいけないけれども、多分そういう要素がとてもあって、別にここで軍事直後の運動をぶち出すつもりはないんだけれども、非常に人権とか死とか健康とか生命とか、あるいはそういうものがですね、よりないがしにされてきた。だから国民の人権とか生命健康をないがしにするような国が、よその国、外国ですね、これが中国であったりどこそこであったりするわけですけれども、そこの生命財産を大事にするわけがないですね。輪をかけて非常に良いことをするわけなんですね。だから平城山事件の理由はいろいろあるんだろうと思いますけれども、一つの理由としてはやっぱり生命とか財産とか特に人権ですね、もちろん平和の問題もそうですけれども、これを軽んじてきたことがそういうことにつながっていったのではないか。その走りは先ほど申し上げたように台湾出兵におけるパイアント君のやる殺戮ですね。本当に殺戮です。私も2回行った時にこういう会場、もっと大きな会場だったんですけれども、3、4人が私含めて報告をするんですけども、この皆さんに今座っておられる席にはですね、みんなパイアント君の方々が責任者の方はまだ羽をされてますからね、まあ、それが清掃なんですね。アメリカのインディアンみたいになってたらよく言われてる、ね、そういう方が独特の民族衣装なんですね。それを座っておられるんですね。で私たち の一言一言ですね、絶対漏らさないって感じで怖い顔でですね、私も大抵のことは怖がらないんですけど、その時は怖かったですね。睨まれてるように気がして、でそのかなりの人たちを殺戮してるんですけども、この平城山の問題、あるいは私も関わっている重慶爆の問題と一緒で、一切日本政府は謝っていないんです。謝罪をしていないんです。で裁判も実は起こそうという話もあるんですけども、なかなかできないんですね。まあ私は今台湾ということになっているので、だからそういう難しさもあるかもしれません。だけどもパイアン族の人たちもやっぱり謝罪をしてほしい、ね、はっきり言っておられました。で130年、140周年で今年250周年で10年後に160周年、10年ごとに行われるわけでしょうけれども、多分今年もそういう話が出たんだろうと思います。謝罪をどうしたらいいということでですね、出るんだろうと思います。ではい、わかりました。ということでそろそろあと5分ということでエンディングに入っていかないといけないんですけども、話はごめんなさいね、皆さん飛び飛びで申し訳ないんですけども、戦前と戦後の連続戦って話をちょっといきたいと思います。7ページ目に入りますね。で私はですね、一回の研究者として、歴史研究者としてよく連続性と断続性という言い方あるんですね。で私はもうルール細かい説明申し上げませんけども、連続性なんです。青壇の虚構と昭和天皇って本を書いた時にこう書いたんですね。青壇によって天皇制権力は戦後に生き残ったという話ですね。大閥解体、等々で戦前の権力構造が解体したわけでは全くない。切腹しなかった参謀たちという乱世者という本も出たんですけれども、私は軍は解体されると思ってるんだけども全然そうじゃないんですね。海軍はほとんど残るんです。福音省という形で第一福音省、第二福音省という形で陸軍省、海軍省の組織は残るんですね。そして、自衛隊の前身である警察予備隊も海軍の軍人さんたちが実は吉田茂のブレンドになって作り上げたわけですね。だから戦前権力はスライドしただけなんです。内務省も当時建設省とか厚生省とかいう省庁の名前は変えましたけれども、内務省の官僚たち、部門たちは全部戦後に生き残るんです。だから生き残った軍人たち、生き残った官僚たちいうことなんですね。もちろん学会も司法会も戦前軍と仲良かった連中が、やっぱり医学界もそうですけれども、戦後に生き残ったんですね。
そういう意味で言うとドイツとは違って生産されなかったんですね。だから未決の戦争責任というのはそこからよく言うわけなんです。そのことは非常に大きな問題で、私は全く連続しているというふうに思うんです。そして皆さん、唐突ですけども、8月15日皆さん何と言われます？で、はい、終戦と言います。ですよね、ですよねって言い方おかしいんですよ。私はそこから日本の歴史認識は間違ってると思うんですね。終戦ではありません。敗戦と言わなきゃいけない。終戦というのは何かしら価値中立的なものの言い方で、終着駅の終着ですね。まあ終わりっていう。だから敗戦という形で、それは歴史の非常に重要なエポックだというような認識をしないと、敗戦から何かを学ぶということがまずまず起動しないんですね。起きないんですね。終戦、終着駅ですね。キビとの関係はもう終わりだ。そういう意味じゃない。終戦ではなくて敗戦、なぜ負けたのか、どうしてああいう敗戦に結果するような戦争を始めてしまったのかという問題意識というのが、敗戦という言葉から生まれるのであって、終戦という言葉からは生まれない、生まれようがない。だから戦争を忘れるために、あの侵略戦争を忘れるために終戦というのはないですかっていう。あれ、いろんな集会を打ちます。集会を打った時に、集会で代表をやっているような人たちも思わず終戦と言ってしまうんですね。あ、ちょっと待ってください、思わずこう激しみしてたような衝動に変わられて、ぐっとそこは来られるんですけど、終戦で敗戦ですね。いや、まあもちろん歴史史は個々人自由ですから、そう言ってくださいと希望だけ述べて終わりますけれども、そのことをここの戦前と戦後の連続性のところの2つ目の点のところに書いております。終戦戦死者を戦没者という言い方も含めて、よろしくない。もちろん、英霊する、美化する、これもよろしくない。安くりにするということもよろしくないというふうに思います。で、もうちょっと時間がもう35分で終わることになりますから、ぐっと飛んでですね、語が2つあると指摘されちゃいましたけれども、9ページをちょっとお見せください。ここで話を終わりますので、先ほど山川明夫さん、もう一人の恩師の名前を出さないと、怒られますので、もう亡くなられますけれども、戦争する国にして良いでない。ここがやっぱり私たちが今問うべき問題点だろうと思います。今日本は戦争国家になりつつあります。軍隊も世界でも5本の指に入ります。比較通常兵器だけの軍事国家ですけれども、日本はポテンシャルといえばいつでも核を持てる。今たまたま3点セットがバラバラの状態になっているだけであって、つまり核とデリバリー運搬手段ですね、それから戦術誘導 PGM ですね、これはバラバラになっているだけで、これはもう日本の核武装しますという政策転換すればどうでしょう。いろんな言い方をされるんですけども、工学部の先生に聞いたら、いや、まあ日本の技術だったら半年あれば楽じゃないという言い方で、ある人は3ヶ月もなんとかなるんじゃないという言い方をされました。今、拡大抑止とかですね、核抑止などという物騒な言葉が飛び交っていて、そしてアメリカの核の傘に永続的に入り込むんだ、それから日本が核武装しない一つの手だなんていう議論がありますけれども、今安倍晋三さんも含めてね、日本は核武装論者がずっと政権を取っておった時代です。戦争する国にしないためにはどうしたらいいのか、そのためにはアメリカへの従属性から脱却すること、だから抑止力なんていう、私はこれは信仰だと思いますけれども、抑止力による軍拡という流れというものを立つために、脱抑止という議論をしっかり立てなければいけないということですね。まあ、いろんな問題が出てくるんだろうというふうに思います。ずっとめくっていただいて、もうあと30秒ですけれども、私は第二次日中戦争を起こさない、あるいは沖縄が勝って日本本土のステージにさせられました。11ページには沖縄には日本軍によって殺された在沖縄朝鮮人沖縄人という日が、虐殺の日というのがあります。第二の沖縄戦争を起こしてはならない。現在の戦争は沖縄がかつては日本本土のステーシーにさせられた、今度はアメリカ本土とアメリカの軍事基地のステーシーにこの沖縄が
そしてこの日本列島が全体がなりうる可能性が出てきたという恐ろしい状況下にあることは繰り返して言うまでもありません。この写真は私が若い頃、これ私なんですけどね、ですよね、虐殺の火を見つけて、当時なかなか見つからなかったんですから、やっとサトウキビ畑のど真ん中にある虐殺の火を、これは久米島にあるんですけど、久米島空港から近かったんですけども、ね、そこに行った時の写真でありまして、私は沖縄に行く時にはこの日に必ず前行って、飴玉とかオイルとかこう置いて帰るわけですね。下は一緒に出かけた家内なんですけども、こういう形で、沖縄詣でをやっております。ということで話がまとまりませんでした。最後に戦争が廊下に立っていたという、まあ、有名な白山の歌をここに紹介申し上げておきます。戦争が廊下の奥に立っていた。そして三橋と塩が、戦争への一本道あらうるという有名な俳句も読んでいます。戦争への一本道あらうる、どこか書いてますか。いうことで、今こういう状況下にある。ますます私たちは歴史を生かす道、負の遺産から未来を開く術をたくましくしていかなきゃいけないという規定ということを申し上げて、鼻がつまらない話でしたけれども、これでお話で、ありがとうございました。